こんにちは。岸和田北聖書教会牧師の栗原澄人です。5月5日金曜日、タイトルは誠実さに対する報いは新たな希望の始まりです。私たちのこのいただいている信仰、この信仰が私たちのこの未来も変えます。しかしそれだけじゃなくて過去も変えていくということを今日は学びたいと思います。ルツキ2章17節から23節。こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと大麦が1エパほどあった。彼女はそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。姑は彼女に言った。今日どこで落ち穂を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。モアブの女ルツは言った。その方はまた私のところの借り入れが全部終わるまで私の若者たちのそばを離れてはいけないと私におっしゃいました。ナオミは嫁のルツに言った。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。それで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の刈り入れと小麦の刈り入れの終わるまで落ち穂を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らした。ナオミと共に住むためにこの外国であるベツレヘム、その村に入ったルツ。ルツはナオミのこの言葉通りにこのベツレヘムで働き始めました。どこで働きなさいとは言われなかったわけですね。ルツは自分でその働き場所を探し、そして落ち穂拾いをしました。その場所が計らずも買い戻しの権利のあるボアズの畑であったと聖書は記しています。この計らずもという言葉の中に本当に神の素晴らしい導きがあるということを私たちは今まで学んできました。でこのボアズのところで働いたこのルツが一日の仕事を終えて、そして家に帰ってくる、帰ってきた、そこで、ナオミに今日一日の報告をしたというのが今日の箇所です。ボアズが、本当に自分に親切にしてくれた、この私を雇ってくれた人が、こういうものを私にくださったと言って、その大麦のお土産を見せるわけですね。あ、そうですね。まだ最初のところではボアズという名前は出てきません。私雇ってくれた人が本当に親切な人でね、まあ、そんな感じでルツはナオミに一日の報告をしたわけです。そしてこの今日のところの大切なところですね、19節。姑は彼女に言った。今日どこで落ち穂を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。誰なんですか？どこで働いたんですか？そうするとルツは姑に、
ナオミに言いました。今日私はボアズという人の名のところで働きました。ナオミはこの言葉を聞いて本当にびっくりして、びっくりと同時に本当に喜びにあふれた、驚いて本当に喜んだ、その言葉が20節です。ナオミは嫁に行った。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。その人は赤の他人ではない。その人は買い戻しの権利、土地の買い戻しの権利のある親類の一人なんだ。ボアズは私たちの近親者だ。ナオミは本当に驚き喜びました。今日はこの20節のこの最初の部分に目を留めたいんです。ナオミは何て言って言いましたか。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主。これは一体どういうことでしょうか。生きている者とは誰でしょうか。それはナオミでありルツです。死んだ者とは誰でしょうか。そうです、夫エリメレクであり、また二人の息子たち。ナオミは自分の家族、今生きている者も死んでいる者にも主は御恵みを惜しまれないとここで言ってるんです。ちょっと前のナオミだったらこういう言葉は出てこない、来なかった。それ私たちはこの一章のところで見ていますね。彼女はルツを連れてベツレヘムに来た時に周りのこの人たちにこう言いました。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから。ナオミは心よいという意味、マラは苦しむという意味。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を捨てて返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられましたのに。本当にこのナオミの辛い心が表されています。その時には今言ったこの2章の20節の言葉には出てこなかった。しかしこのルツが落ち穂拾いに行って、そこで私を雇ってくれたのはボアズだということを聞いた時に、本当にナオミは、ああ主は生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない、未来も見ています。でも過去も彼女はもう一度見たんです。新たな視点で見ました。あったことを、もうすでに起こったことを、私たちはその事実を変えることはできません。あったことをなかったことのようにすることはできません。悲しいことは悲しいこと、でもその過去の出来事の評価を変えることはできます。いや、私たちが変えるんじゃありません。神様がそれを変えてくださるんだということを今日のこの言葉は私たちに示してくれています。私たちの教会に一人の今、女性がですね、窮道しています。この方は、つい最近ですけれども、若くしてご主人を亡くされたんですね。本当に辛かったことでしょう。そのご主人が昔洗礼を受けていたということで、実は私は前からその方と知り合いだったんですけれども、そのご主人の葬儀をしました。その時の本当に彼女の悲しいその表情というのを私は忘れません。でも神様導かれて、そのことを通して教会に導かれたんです。そして今本当に神様を素直な心で求めている、私はもう信じていると思っています。その彼女がこう言ったんですね。私の夫はきっと一粒の麦だったと思うんです。まあ、その日の日曜日のメッセージが、一粒の麦が地に落ちて死ななければそのままです、しかし持ちて死、もし死ねばそれは豊かな実を結びますというその御言葉、それを聞いて、あ、
私の主人は私を神様のもとに導いてくれた、その一粒の麦だった。そうです。過去のあった出来事を変えることはできません。しかしその見方、その評価、それを神様は変えてくださる。いや、主は本当に恵み深い方。私たちにはちょっと先しか見えない、全部先は見えないからわからないけれども、でも主は本当に全てを通して恵み深い方、その人生の全てを通して恵み深い方だということを、私たちは信仰生活を行う中で知ることができる。大事なことは、ナオミが私は主に辛い目に遭わされたと言ってもこの主から離れなかったということ。今もし苦しいこと、辛いこと、昔の過去の出来事、そこにとらわれている方がいられおられるならば、どうぞ信じることをやめないでください。御言葉を聞くことをやめないでください。聞き続けてください。そして神様がその全体を見せてくれるときに、ナオミと一緒にどうぞあなたも言ってください。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。自分の過去にあったこの出来事、さまざまなことがあったけれども、でも神は、主は本当に全てを通して恵んでくださるということを知ったこのナオミはルツにこう言いました。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。こうしてルツは引き続きボアズの畑で働き続けることになります。このストーリーはまた次のステップに展開していきます。お楽しみにしてください。一言お祈りしましょう。天の父の神様、あなたのお言葉をありがとうございます。私たちは自分の過去にあった辛い出来事、またそれを本当に消したくても消さないと思うようなことが私たちにはありますけれども、しかしあなたは事柄をなくすのではなく、そのことの見方を、評価を、捉え方を変えてくださいます。どうぞ今日も私たちの目を開いてください。あなたの恵みに気づかせてくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。